まだちょっと氷の感触をつかむのに時間がかかってますけど、うまく調整して本番うまくいくようにしていきたいです。左足の靴ひも変えようと思って、靴ひも全部外したら通すのうまくいかなくて、ちょっとめっちゃ応急処置じゃないですけど、めっちゃ急いでやってきたんで、ちょっとうまく左足は踏み切れなくて、ちょっとでもしょうがないかなと思って、次明日までにちょっとそこを直してすぐ治ると思うので心配してないです。もうお正月の年末から1日2日ぐらいまではちょっと怠けてたので、急ピッチで体に鞭打ってやってきました。そうですね、やっぱりその崩れない練習、ようにする練習、プログラムの中でこう全てがまとまりきるように練習してきました。最初にループを持ってくるんですけど、その後サルコー等2回で、アクセル2回が崩れないようにする練習、こう失敗してもその後立て続けに失敗しない練習をしてきました。そうですね、もう四大陸選手権とかっていうのはもう夢の先の先ぐらいの大会なので、そういった大会に出れることがまずまだ実感湧いてないですけど、楽しんで滑れたらいいなっていうのが一番です。あまりその結果とかを気にしないようにして、できることをやるっていうことをしたら、自然に楽しくリラックスしてできると思うので、ちゃんとリラックスしてできるようにしたいです。ショートもフリーもできることをしっかりやって、ちゃんとやれば後から結果とかはついていくので、結果などは考えずに、まずは自分のできることをしっかりやるってことを第一に頑張っていきたいです。